プレイステーション3向けのステアリングコントローラステアリングコントローラとは自動車のステアリングに似せた作りと動作をするように設計されたレースゲーム用のゲームコントローラハンドルコントローラなどと称されることもある実際のレーシングカーと同様にステアリングとアクセルペダルブレーキペダルを使用したものが一般的またシフトチェンジは ステアリング部分についたパドルやボタン、もしくは付属するレバーで行う。実際の車の運転者が、ステアリングから感じることのできる力を再現するため、モーターでハンドルの抵抗感を出す、ホースフィードバック機能を備えたものもある。ただし、ステアリングコントローラー対応のゲームソフトでもそれぞれに、表現方法は異なる。近年、実際の車と同じパーツを使った高級モデルも、 登場している。プレイステーション2用およびプレイステーション3用の一部サードパーティのステアリングコントローラは GT フォース互換ではなく標準コントローラの互換品であるため購入の際は注意。アスキー社製のステアリングコントローラ。1998年11月26日発売。プレイステーションに対応。フットペダルはなくステアリング部分のみ。 アスキー社製のステアリングコントローラー。1999年12月11日発売。プレイステーションに対応。フットペダルはなく、ステアリング部分のみ。スラストマスター社製のステアリングコントローラー。XBOX に対応。360という名称だが、XBOX360 には、非対応である。フットペダル、ヒザアダプターステアリングの構成。 ステアリングの左右がアナログスティックの左右ブレーキアクセルが左トリガー右トリガーであり標準のコントローラと同じ動きをする XBOX 本体には標準のコントローラとして認識されるスラストマスター社製のステアリングコントローラ2011年2月発売 PlayStation 3に対応スラストマスター社製のステアリングコントローラ 2012年4月発売、Xbox 360に対応、スラストマスター社製のステアリングコントローラ。2014年10月発売、プレイステーション3、プレイステーション4に対応、スラストマスター社製のステアリングコントローラ。2015年12月発売、プレイステーション4、プレイステーション3に対応、スラストマスター社製のステアリングコントローラ、 2017年1月発売。プレイステーション4、プレイステーション3に対応。ホリ製のステアリングコントローラ。プレイステーションに対応。ラジコンカーで用いられるガングリップ型プロポの形状をしている。フットペダルの代わりに、拳銃の引き金の形状をしたアナログコントローラが2つ装備されていて、アクセル用とブレーキ用に分かれている。側面には十字キーが装備されている。 接続した際、プレイステーション本体にはネジコンとして認識される。2 0 0 9年5月18日に発売されたホリ製のステアリングコントローラー。Xbox 360に対応。ステアリング部分の高さ、角度調節ができる。また、振動機能やヘッドセットなどを接続できる拡張端子を搭載している。アクセルとブレーキのフットペダルも同梱されている。 ポリセステアリングコントローラ。2010年11月25日発売。PlayStation 3に対応。ゼロテックとは違い、ステアリングとアクセルペダルブレーキペダルを使用した操作が可能。ホースフィードバック機能はないものの振動機能がついている。2012年4月19日に再発売された。なお、接続した際、アナログコントローラとして認識される。 ホリ製、ステアリングコントローラ。2014年7月発売。ホリ製、ステアリングコントローラ。2014年9月発売。ホリ製、ステアリングコントローラ。2016年10月発売。セガ社製のステアリングコントローラ。1995年4月1日発売。セガサターンに対応。フットペダルはなく、ステアリング部分のみ。 1996年7月5日に新カラーで再発売されたセガ社製のステアリングコントローラ1999年1月28日発売ドリームキャストに対応フットペダルはなくステアリング部分のみ詳細は Wii リモコン Wii ハンドルを参照任天堂社製のステアリングコントローラ2008年4月10日発売 Wii Wii U に対応。マリオカート Wii と同時に発売された。別途、Wii リモコンを用意する必要がある。構造は他の製品に比べると非常に簡素。フットペダルはなく、ステアリング部分のみ。任天堂社製のステアリングコントローラ。2017年4月28日発売。任天堂ス e n d Switch に対応。別途、ジョイコンを用意する必要がある。ステアリング部分のみ。 マイクロソフト社製のステアリングコントローラ。Windows 95または Windows 98に対応。ホースフィードバック機能が搭載されている。ステアリングの位置検出は、正確で信頼性の高い光学式ホイールを採用している。アクセルとブレーキのフットペダルも同梱されている。ちなみに、付属されている電源アダプターは、同社から別に販売されていた。 ホースフィードバック対応ジョイスティックサイドワインダーホースフィードバックプロ付属電源バッテリーと同一マイクロソフト社製のステアリングコントローラー Windows 95または Windows 98に対応ホースフィードバック機能は搭載されていない代わりにバネが搭載されているアクセルとブレーキのフットペダル付属マイクロソフト社製のステアリングコントローラーラー 2007年5月24日発売。Xbox 360に対応。ホースフィードバック機能が搭載されている。また、ワイヤレス操作が可能で、膝上に本体を置いてそのままプレイすることもできる。アクセルとブレーキのフットペダルも同梱されている。2007年8月23日に一部の製品で、ホースフィードバック機能を有効にした際、発熱。 発煙が起こる可能性があると発表され対策品との交換が行われた。対象の製品形式番号は、X809211 から001、X809211 から002、X809211 から003、X809211 から004、X809211 から005、 ロジクール社製のステアリングコントローラ。2003年7月25日発売。任天堂ゲームキューブに対応。Wii でも対応ソフトに限り使用することもできる。ホースフィードバック機能が搭載されている。ステアリング中央のフェイスパネルは当時発売されていた、ゲームキューブ本体カラーに合わせ、バイオレットブラックオレンジが付属。AC アダプタ、膝ラップアタッチメントペダルが付属。 商品の箱には、カイゼロ GX のキャプテンハルコンが描かれている。対応ゲーム、GT-Cube MTO、オートマドリスタ US チューンドカプコン、V ラリーさんが当たり、カイゼロ GX ニンテンドー、マリオカートダブルダッシュ。ニンテンドー、R、レーシングエボリューションナムコロジクール社製の、ステアリングコントローラ。2001年1月1日発売。プレイステーション2に対応。 pc で使用することもできる。クランツーリスモシリーズの企画、開発を行っている、ポリフォニーデジタルと共同開発されたもの、ホースフィードバック機能が搭載されている。希望小売価格は税込み9800円。ステアリング部分には円形で小型の4つのボタンが配置されている。また、背面には L、R のスイッチがある。机などへの固定には、 ダブルクリッピングシステムが採用されている。二つのプラスチック製ネジ部分を回して、底部にあるクランプを調整し、固定する方式である。左からブレーキペダル、アクセルペダルと並んでいる。クラッチペダルはない。底面には円形の四つの滑り止めラバーがついている。接続は電話線で用いられているモジュラージャックが採用されている。 ロジクール社製のステアリングコントローラ。2003年12月4日発売。PlayStation2、または PlayStation3 に対応。PC で使用することもできる。新たに、ロックとロックの2位点を回転に対応した。また、ホースフィードバック機能の強化。ダブルトルクハイパワー電動モーターの搭載がされている。さらに、シーケンシャルシフトを、ステアリング右側に備えた。 アクセルとブレーキのフットペダルも同梱されている。フットペダルは見た目は同じだが、ドライビングフォース GT との互換性はない。希望小売価格は税込み2790円。GT フォースプロフォーセガラリー。2006年1月12日発売。機能的には l p r c 1万センと同一だが、センターキャップがセガラリーのロゴに、 ボタンが1234の数字へ変更。パッケージがセガラリーのイラストに変更されたほか、膝で挟んでプレイするラップアタッチメントが付属する。数量限定販売。価格は14800円。セガラリー2006への完全対応を謳っているが、専用というわけではなく、他のゲームでも問題なく使える。ロジクール社製のステアリングコントローラー。 2007年5月17日発売。上記の l p r c 1万センと同一仕様。希望小売価格は税込み14800円へと引き下げられている。パッケージが緑色に変更され PS3 用として発売された。仕様は変わらないので PS2 でも使える。ロジクール社製のステアリングコントローラ。2006年11月11日発売。 プレイステーション3に対応。ステアリングの直径は約2 5トル基本機能は GT ホースと同等である。ステアリング右側に配置されていたシーケンシャルシフトがないのでパドルシフトでシフト展示を行う。アクセルとブレーキのフットペダルも同梱されている。フットペダルの見た目は初代の GT ホースと同じだが接続端子は d サブキューピンコネクタへ変更されている。希望小売価格は税込み9800円。ロジクール社製のステアリングコントローラ。2007年12月13日発売。PlayStation 3に対応。PC で使用することもできる。シフト部分が独立しており、左右どちらにも配置できる。また、シーケンシャルシフトのほか、6速のエッジ。 パターンマニュアルシフトに対応している。リバースは専用位置が用意されているわけではなく、シフトを押し込んでから6速の位置へ入れると、リバースギアとなる。アクセルとブレーキ、クラッチのフットペダルも同梱されている。希望小売価格は、税込み37,800円。ロジクール社製のステアリングコントローラ。2008年6月12日発売。プレイステーションにおよび、 プレイステーション3に対応。新たにリアルタイムアジャストメントダイヤルを搭載し、走行中に直感的にスペックチューニングが可能。ホースフィードバック機能も一新されている。また、シーケンシャルシフトをステアリング右側に備える。アクセルとブレーキのフットペダルユニットも同梱されている。AC アダプターは初代の GT ホースと同じ規格である。ステアリングは専用デザインだが、 ステアリングマウントやペダルユニットは基本的に GT ホースプロと共通。希望小売価格は税込み17,800円。ロジクール社製のステアリングコントローラ。2010年11月25日発売。クランツーリスモごと同時発売で、同作の発売延期に伴って発売日が2010年11月3日から変更された。同ゲームで使用できる。 アウディ R85.2 フシークアトロクローミラインを先行ダウンロードできるプロダクトコードと同シリーズプロデューサーを務める山内和則からのメッセージカードが付属する。それ以外は LPRC-14000 と同一仕様である。希望小売価格は税込17800円。ロジクール社製のステアリングコントローラー。2008年9月11日発売。 プレイステーション3に対応。新たにワイヤレス操作が可能になった。また、膝上に本体を置いてそのままプレイすることもできる。シフトレバー、フットペダルはなく、ステアリング部分のみ。希望小売価格は税込9980円。ロジクール社製のステアリングコントローラー。2009年11月26日発売。 上記の LPRC-12500 と同一仕様。希望小売価格は税込み3980円へと引き下げられているロジクール社製のステアリングコントローラ。2010年11月25日発売 G25 レーシングホイールの後継である。PlayStation 3に対応。PC で使用することもできる。新たに ヘリカルギアを採用したことによって、静音化を実現。RPM インジケーター LED を備えたほか、ステアリング部のボタンが2個から6個へ増加。一方、シフト部分が6足マニュアルシフト専用となり、シーケンシャルシフトへの切り替え機能が削除された。アクセルとブレーキ、クラッチのフットペダルも同梱されている。希望小売価格は、税込み37,800円。 グランツーリスもごと同時発売で、同作の発売延期に伴って発売日が2010年11月3日から変更されたロジクール社製のステアリングコントローラー。2015年6月25日発売。2006年1月にデトロイトで開催されたモーターショーにおいて日産自動車が出展したコンセプトカー、日産アージは、 ゲーム機 XBOX360 を搭載し、ステアリング上部にセットされた液晶ディスプレイを起こすことで駐車中に実車のステアリングやペダルを操作してレースゲームをプレイできるという、ある意味究極のステアリングコントローラーといえるものであった。現時点では商品化の予定はないが、同社のカルロス・ゴーン社長は2010年までに 量産したいとのコメントを出しているというが2020年8月現在、量産がされていない。ABCD 非公式一部のゲームソフトのみ、HAT-AB 一部の機能のみ、HAT-MSY、グランツーリスモスポーツ、多様ハンドルコントローラー発売日決定、ゲームウォッチ HAT、レーシングホイール APEX4PS4PS3、p c レビュー、ゲームウォッチ。ありがとうございます。